はい、皆さんこんにちは。しげちゃんの歌唱レッスン講座のお時間です。今日は市川由紀乃さん、命咲かせて、この曲をレッスンしてみたいと思います。まずは、男性キーで私がワンコーラス歌ってみます。女心の日だまりに情け知ります。あなたが染みる閉じれば面影れて、寒い背中が見えてくる。きっと咲きます、燃えて咲きます、この命。ゆきのさん、命咲かせてね、とてもいい歌ですよ。ぜひしっかり皆さんね、覚えてみましょうね。男女がいまして愛し合ってました。でも今はちょっとしたボタンの掛け違いから離れ離れになってしまって、でもいつか必ず再びまた二人は愛し合えるものと、そんな日が来るとやってくれば、その強い気持ちを信じてあなたを待ってます。そのあなたとの幸せを願ってます、と、そんな強い女性の決心の姿が伺い知れますよね。そんな、内に秘めた強い決心の、表れを表現できるといいですね。非常にこれは難易度の高い作品です。やはりこの節回しと、それから高音の張る部分と、とっても、しっかりとしてますから、節回しをしっかりと覚えて高音を逃げないようにね、チャレンジしてしっかり出してみるようにして、きちんと発声して、この歌を正面から取り組んで頑張ってみましょうね。正統派のきちっとした演歌だと思いますのでね、ちゃんとこう覚えてね、しっかり歌えるようにしてみましょう。はい、それではいってますよ。まず最初のとこですね、女っていきますね。女心の、ここですね。ここはちょっとね、素早くいきますから、ゆっくり落ち着いて歌ってはちょっといけませんから、素早く女とこう持ってきましょう。割とググッとね持ってきましょう。そしてなでピタッと止めて、で、大きな間をちょっと作ってから、心のと、この節ですよ、心の、これを覚えて素早く心のとね、テンポにうまく乗ってくれるように、ここ練習しましょうね。日だまりに、日だというところはちょっと言葉をね、しっかり前の方にグッと出してみるようにしましょう。そして日だまりにという感じですよ。日だまりに、ね、はい、最初から言ってますよ。歌い出しにまずは集中しましょう。はい、女心の日だまりに情け、こういう節、情け
3のところで膨らんで、さけ止めてから、しみますと持っていきます。しみますがついてね、あなたがしみるあな、こう音がストーンと下がってますから、落ち着いて、あなたがしみると、あなたがを までをこなしてからしみると持っていくような感じで歌っていただくといいですね。はい、じゃあ情けのところ行きますよ。はい、日だまりに情けしみます。落ち着いて、あなた悲しみる。はい、そしていよいよですね、まぶたまぶたね、しっかり歌い出しましょう。そしてもちろんワンブレスでたーとんと聞いたら、閉じれば閉じればね、頭のところととそれかられとググッと乗れるような感じで、閉じれば面影ちょっと落ちて、面影面影、こういう節ですよ。面影揺れて、揺れて落ち着いていきましょう。丁寧に揺れて。はい、じゃあそのあたり言ってますよ。あなたが死ぬ。はい、ここしっかり出ますよ。まぶた閉じれば、面影揺れて。はい、寒い、ちょっと突き上げていくような感じ。寒い背中が見えてくる。ここ見えてくる、この節ね、難しいですね。しっかり覚えましょうね。寒い背中のあたりはね、もう先ほど、まぶた閉じるで頑張りましたから、そこはここはあんまりもう頑張らなくていいですよ。ただ言葉の線だけはピシッと出すような感じで、歌いすぎずね、割と上手に乗りましょう。寒い、言葉をクッと突き上げる。寒い背中が見えてくるとこなします。もちろんこれはワンブレスですよ。寒い背中が見えてくるというところまでワンブレス。そしてきっと咲きます、きっと咲きます。そして2回目同じように燃えて咲きますっていうのをやってきますけど、ちょっとまあ、強めと言いますか、しっかりめでいいですね。燃えて咲きます、ね、しっかりいきましょう。燃えて咲きます、巣はあんまり引っ張らず、このこのこのいいとしといて、そして切り替えて、の切り替えてというのは、いのこのぐっと高まりから落ち着いて、のとちょっと落ち着いてみて、それで地の方でまた盛り上げていきましょう。ち、最後ね、綺麗にここに締めくくってみましょうね。はい、それでは寒い背中から一気に最後までいっちゃいましょう。もう影揺れて、はい、寒い背中が見えてくる、きっと咲きます、ちょっと強く、燃えて咲きます、この命、最後ぐっと血を上げていきましょうね。はい、とってもねこの歌はいい歌でね、内容も高い歌ですね。ぜひしっかりと覚えてみましょう。ありがとうございました。